ああ、くそ寝ちゃったよ。あええー、一時い,い,いらねえよ、それ。あの、あの、ざいりの。わざとしないんでね。いですいません。ええー、昨日ですね、まあちょっと行ってきて、いや、結構ね、昼ぐらいに起きたんですよね。昼ぐらいに起きたんだけど、あの、飯食ったら、ら混ぜそば食ったんですけど、自分で作った、ま、混ぜそば食ったら、あまりにもうますぎて。 たらふく食って、また寝ちゃってね。ドカ食いで気絶しちまったあーうー。昨日誰かお,待ちお持ち帰りした昨日あのシゲさんお持ち帰りしたわ。シゲさんお持ち帰りして、孫さんと、あの、ちょっと電車まで時間あるから、ジャグラーでもしますかつって、<laughs> ファンキージャグラー、3人で並んで打ってたわ。そのぐらいしか特に思い出はありません。はい 結構、あれっすね。なんかあのー、知り合いでよかったわ。そう、なんだかんだ知り合いでよかった。スパイギアもいたし。うん。あのー、孫さん、おまあお、俺の知ってる人は孫さん、ドグラさん、ユノシ、スパイギア、えー、だね、まあ、面識ある人たちとかはね、そうだね。うん。が、まあ、基本的には。あ、また、あ、シゲさんか。そうそうそう。 うん、えー、ピークフィンガーあピークフィンガーってお前さあの,おお前はそあのねそ俺お怒られたわ俺村岡さんに村岡さんあの初めて会ったけどあのなんだっけななんか言われたわ射ゃ引きの巨人だからなんか何ですか 陣中で笑わないでくださいって、ちょっとあの、俺、目の前でちょっと言われたから、あの、俺、気まずかったよ、俺、本当に。そう、本当にさ。<laughs> うん。俺で、そしてね、あの、実はさ、あのー、俺ね、まあ、個人的に、ちょっと、まあ、あまりこれを言うと、 あの信用してくれないんですけど、俺、結構実は人見知りなとこもあるんですよ。初めて会うときとかって、結構人見知りなところがあるんですけど、で、目を見て話すっていうことは、でも俺、どんな人でもしようっていう、まあ、あのー、まあ、ことをね、意識してるんです。で、あの、人見知りするように見えるじゃん。こうやってキョロ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 すると。 人の目を合わせないでさ、こうやってキュロ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 してるとさ、まあ、ちょっとなんか、ね、もう、あの、年も年なんで、あ、すいません、すいません、あの、<laughs> 目覚ましが鳴りましたね、はい。すいません、スヌーズが、はいはいはい。スヌーズがね、はい、スヌーズを、はい、消します、はい、消しました。はい、<laughs> はい。えー、すいません、すいません、すいません。で、あの、昔、なんか、心理学だから、なんかこう、コミュニケーション学みたいな時にまああの、はっ、 鼻の頭、鼻を見てあの話すと、あのー、相手って鼻見られてるって思わず目を見て話してるって錯覚するんですって。で僕皆さんもね、明日から使える、あのー、術なんですけど、鼻見ながら話すと相手の目見てるってこっちは思わないから割と顔見ながら話してるっていう装備を見せられて、向こうは目を見られてるって錯覚するんですよ。そう。で、村箱さんと話すとき俺初めてだったから鼻見せてたんですよね。そう。あのー、で、まあ、 そういうふうに目を見て話したように <laughs> 見せてたんですけども、陣中の話をされて、陣中がすぐそこにあって、俺は鼻を見てたんだけど、陣中の話したら、すぐに俺の目は、あの勝手にオートマティックに陣中にね、あのこう合わせやがって、標準を。うん、うん、あの、ね、ちょっとの本当にねあの、危なかったですねあの。ちょっと吹き出しそうになって危なかったですね、ちょっと。うん、そう あの私のこと、人中滑走路でちょっと割らないでもらいますってやったときに、ちょうどそのところを見てしまったんで、危ねえやつって、うん、危ねえつって。うん、えー、エイブがね、やっぱそこにね、<laughs> いや、まあ、結構ね、なんかあのーな、なんていうんですか、300人、3 0人ぐらいいたらしいっすよ、配信者が。ああ、ほんと、300人ぐらいいたらしいっすよ。 んあなんかね俺それ聞いてよ帰り道でなんか俺と孫さんから俺歌広場さんとかとあの外でいたんすよであともねえっ、ーと,えー、とねえっ、ー、とメアさんっていう、えー、とコスプレイヤーの人なんですけどなんだっけなメ宮さんじゃない、えー、と今なんか出てこなくなっちゃったなんだっけえっ、ー、と下きメアさんそうそうし下きメアさんところ。 話ししてたたんんですすけど、なんか盗撮されすらしいっすよね。俺ねちょっとね一つ i イッチにこれ文句言うべきなのかその人に文句言うべきなのかあるんだけどなんかこうプライバシーとかあるじゃんやっぱなんかあのー、多分その時に俺、ね、年末のスト6の話とかなんかちょっとファブカップとかの概要の話とかをしたんですけどなんかあんまり外に漏れちゃいけない話とかをする可能性もあるからさなんか。 スイッチに文句言うべきななのかなこれプライバシーちょっと守ってほしいですよねなんかね配信わかんないしねなんでスイッチ悪いんだろういや盗撮する人も悪いけどなんかわかんないんだけどなんかそういう人を呼んでほしくないというか <laughs> なんか,なんかそ,そ,うそういう人を呼んでほしくない俺はなんか2つ,2つにちょっと文句言いたいな俺はそれ。 なんかあのー、そういう人呼んでほしくないなと思って捨てハゲっていう人がやってたのわかんないけどええー、わかんない捨てハゲっていう人に盗,盗撮されてたらしいわあみんな結構知ってる人なんだ捨てハゲってあ、そうなんだそう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 なんかねあ、違うあ違うんだ <laughs> ニコ生でやってたの え、ニコ生でやったって書いてあるのどっかに。別にツイ,ッツイッチの人じゃないから、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ツイッチで配信したじゃないんだ。ニコ生でやったんだ。あ、そうなんだ。うーん。いや、まあまあ、ただまあ、なんか、ちょっとだからそういう人もいるっていうところがあるから、まあなんか、気をつけなきゃダメですね。なんか自分の感覚的にはさ、やっぱりこうね、 あのー、配信とかない、あのーまあ、ちょっと居酒屋で人と話している感覚だったから、危ねえじゃん、そういうところって、なんか、ねどんな、ね、冗談が飛び交ったりとか、どんなね、なんか今後の話とかさ、そう、えー、そうそうそう、えー、なんで今日部屋暗くしないいや、暗くないっすね、別にあのいつもと同じなんですけど、カメラの、なんか、カメラがまだ馴染んでないっすね。 カメラがなんかやっぱ、なんだろうな。ゲームすると色変わるんすよ。馴染みがちょっと悪いっす。うーえー、そうっす。あソティングちゃん、子供生まれたね。生まれましたね。配信禁止じゃないなら、そりゃ、するくない配信者の集まりだろう。いや <laughs> 知らねえんで、だから、そういう、だからさ、俺、わかった、俺、俺が間違ってたら間違ってていいんだけど、ら知らねえのね。人が配信してやろうなんて、まず俺そもそも知らねえしさ、あのー、なんだかんださ、プライバシーやるじゃん、やっぱこう、外配信って。で、しかもさ、なんか、盗撮しようとかさ、盗聴しようっていう、なんか、あのー、ことを言ってたみたいな話があるらしいんですよ。で、そう、それ、もう100で悪くない向こうがそんなの。<laughs> そんなの、100悪くないうん。 うん。えー、それはちょっと気分悪かったな、それは。うん。配信専用ベースがあったらしいから、ツイッチはしっかり対応して、あ,あそ,そうなんだ。じゃあ、俺がいたところが配信専用ブースだったんだね。だなんそういう説明がないから、ちょっとそれは怖いなと思ったわ、それは。 うん、俺知らねえもんだって配信専用ブースがあるなんてことを俺聞いてないからさ、うん、<laughs> 説明なかったよ俺は全く、うん、うーんいや聞けば教えてくれてよ案内も貼って私あなんかまあだから知らん <laughs> もういかねえにすべもうめんどくせえから、うん、そんなな知らねえよそんなの 気分悪いわそれいかねえよじゃあそんなうんいやマジで本当にでもねあ盗撮とか盗聴しようとか言ってる配信者気持ち悪いは死なねえかなマジでホン気分悪くなっちゃった俺それ聞いてそんなやついたんだと思ってマジでうーん 帰り際にツイッチ側の視界がこのエレベーターバカなんで早めに帰ってくださいって言ってたのはマジで知らない。それはわかんない。<laughs> 知らない。それは知らない。わかんない。ただあの、あの、エレベーターがあの2つしかなかったんですよ。で、あの、300人いたんですよ。で、だいたい1往復10人ぐらいが限界じゃないですか。エレベーターって。で、300人いたっていうことは、まあ、単純計算に15回稼働しないといけないんですよね。 めっちゃ最後並んでたっていうのは覚えてるわそれは <laughs>、えー、まあでもまあ全然別にそんぐらいの発言がいいんだけどな別にだ、うん、でそれであの最後俺あれだったわ待ってたからあもうどうしようタバコでもどっかで吸いてえなと思ってタバコ吸うところも禁止ってふうになったんだけどあのなんかスイッチのなんかアメリカ人みたいな人がシュあの なんかすごくあのスモークに寛容で、あスモークおう、うん、ハリハリタイム、ハリハリタイム、特別、特別、3回だけだったら OK っつって、3回最後吸わしてもらってあ、なんか優しいなっていう気持ちになったんだけど、盗撮されてると思って、あのー、ちょっとや、あれだな、最後なんか気分悪かったんだよね。で、ジャグラー打ちながら、しげさんにね、あのー、なんか盗撮されてるらしいっすねっつって。 えー、まずなんでプリネクの主で布団じゃがくツイッチの防音かいのツイッチにわきはこれまだ100回ぐらい言ってんだよな俺な俺な俺、うん、多分100回ぐらい俺ち,ちゃんと説明して言ってるんだけどまだ100回ぐらい言って言う気がするんだけど俺、うん <laughs> えー、顔出すだけって 言ったたなんでで最後までたの顔出すだけだから、もともと17時開催だったんだけど、まあ、別に軽く行ってすぐ帰ろうと思ったから、もうなんだかんだ俺19時ぐらいに着いたんですよね、俺ね。そう19時ぐらいに。うー、えー、ん盗撮された画像にお前映ってるぞ、どれちょっと見ようぜ。 20時までのやつだったんだけど19時ぐらいに着いたから俺1時間ぐらいしかいなかったんですよねなんだかんだ <laughs> こいつか盗撮してるクズ <laughs> すごく気分が悪いんだけどこれすごくすごく気分が悪いです <laughs> これ <laughs> すごく気分が悪いんですけどこれうんすごく気分が悪いマジで何こい<れ>つすげえな不定野郎だなマジでちょっと待ってなやっぱそうなんだうん えー、あ、炎上系みたいな人なんだ。ああなるほどな。なる,どなるほど、なるほど。そういう人と関わんねえに、あの、しようって決めてるから、まあ、とりあえず、あれだわ。まあ、ちょっと、次回は気をつけよ本当に。マジで。本当に気をつけよそういった人とさ、同じ空間で酸素吸いたくないんだよね。本当。えー、いや俺見下してるよ、そういう人は。本当 マジで見下してる気持ちよくさ、外出れねえじゃん、だって。まじで、あのー、あれだよ、犯罪みたいなもんだよ、まじで。犯罪者と一緒だよ、あんなの。盗撮、盗聴なんて。ってか、犯罪だよ。犯罪行為だよ、簡単に言ったら。うん。いや、当たり前じゃん。俺は普通だろ、そんなこと。う,ん、うーん。でも、こいつは既婚者だぞ。あ、そうなんだ。 あそうなんだああそうなんだまあ別にいいんじゃないですかそんなうんうんあそうなんだへえー、あそうなんだ子供もいるんだマジか単純に普通に思っていいなんかあの子供がかわいそうって思っちゃうそんな親が盗聴盗撮をしますみたいなこと言ってたらうん普通にかわいそう俺間違ったこと言ってないと思う こいつしかも大卒なんだ。ああ、すげえじゃん。俺、俺が手に入れられなかったもの一つだわ、それ。